南米ペルーの後方、キタラフの未踏の難壁を目指す今回の登山。ベースキャンプをスタートした3人は、初日に岩のるんぜを攻略し、急峻なリッジの上でテントを張りました。標高差で言えば、すでに半分を登ったことになりますが、この先は厄介な雪の稜線が頂上まで続きます。私は緊張する。そこの稜線まで出ちゃえば、あとはなんとかなるんじゃないかなっていうふうに踏んでたんですけど、もう全くそんなことはなくて、むしろそこはウォーミングアップみたいなところで、残りの稜線全部がもう厄介な、アンデス特有のシュガースノーっていって、こうアックスが手がかりにならない、掘っても掘っても引っかからないようなところを、なんとか本当にジリジリ系のクライミングで突破していきました。出発から3時間、複雑な雪のリッジに苦戦を強いられています。だいぶ近づいてきたな、山頂。ね、稜線なので、壁だったらこう下から見て、次どこへこう、あと10ピッチ後はあそこだみたいなのができるんですけど、切り立った稜線で、先の方がどうしても見えないっていうのもあって、ルートファインディングがすごく難しくて、あ、これもう絶対登れない壁にぶち当たったなって思ったら、氷のトンネルがあったりして、その稜線の反対側に出たりすることができて、そういうのはすごい冒険的でワクワクしました。わお。視点の氷も不安定で落ちられないクライミングが続きます。氷のビレて、奇跡的じゃないあれ、ね、このマッシュルーム直到結構絶望的だったから、うん、よかった。午後5時10分、リッジの上の奇跡的に開いた氷の洞窟にたどり着きました。雲が早い。200目はこんな洞窟、奇跡的な。ちょっと斜めだけど、30分ぐらい頑張れば耐えられないし。今日はナイスなホテルですね。ナイスホテルだね。五つ星ビュー。標高は5580メートル。今夜はゆっくりと休めそうです。こっち奥、こっちの方が低い。平らな天場最高。アタック3日目、快晴だね。昨日は標高差100メートルしか進めませんでしたが、今日も難しい雪のリッジが待っています。登ること1時間、氷のトンネルがまた出てきました。
この辺でテンションした状態でなら思いっきりロープにぶら下がっちゃって。 OK、 うん、いい？いいよ、これ下がるよ。幻想的な自然の彫刻に驚かされます。こっちからすごいよ。おお、すごいね。すごいビレで複雑な雪と氷が行く手を阻みます。で、こっち来たらいいかも。ギアじゃ落としちゃおうわ。あ、そうだね。いやーよかった、繋がって奇跡的だ。出発から約10時間、メインの稜線の直前で急な雪壁の直登が出てきました。スラック飲ましたから。午後7時、傾斜の強い雪壁を乗り越え、メインの稜線へようやくたどり着きました。どうする？これ止まりにする？よいしょ、うんうん。祈るしかないね。さっきよりはマシだよね。うん、ちょっとこう支持力があるというか。この日の行動時間は15時間壁での生活も3日が過ぎ、疲労はピークに近づいています。 C3 2700 超えてきました。あとちょっとが遠い。あ、まあ、相変わらずの大西。うまい。アンデスの後方、北ラフ南壁を目指す今回の登山。アタックを開始して丸3日、ようやくメインの稜線までたどり着きました。山頂まではおよそ270メートル、とても近く見えますが、ここからさらに地形が複雑になっていきます。このスパーを上がってきました。湖が ABC で、北ラフ東稜に合流し、これからあの日が当たっているいやらしそうな稜線に行きます。明日下山したい。 Day 4、頑張ります。ガラガラの人たち。ガラガラボーイズ。ガラガラボーイズ。山頂は目と鼻の先、稜線上のキノコ雪は一層大きくなっていきます。さっきの無理で右から迂回してみました。この先行けるか分かんない。やっぱ繋がってそうだね。あれ空まで伸びてる、よかった、最高。今日中に山頂行きたいな。しかしここで予期せぬ出来事が起こります。最後テント地に乗り上げないといけない壁があって、そ
そこ越さないと今日寝られないし、この先登頂もないなっていうシーンがあって、そこで15メーターぐらい行ったところで氷の質が限りなく雪に近くなってきて、アイスクリューが決まりづらくなってきたんですよね。まあフリークライミングで行った方が早いんでなるべく行ったんですけど、もうこれは粘っても腕が疲れるだけだなって言って、エイドを交えて慎重に行こうと思って、スクリューを2本刺して上の方にちょっと体重をかけたら、最初は止まってというか支持力があったんですけど、30秒ぐらい経ってからかな、急にポーンって抜けて、でその下のスクリューも抜けちゃって、でもう一気にですね15メーターぐらい落ちました。凹凸があって壁のちょっと見えないところに落ちたんだよね、ユダイ君が。でこれ死んだかもなと思ったね。これはやばいと思ったけど、ユダイさんは奇跡的に無傷でしたが、頂上までの突破口は他にはなく、大坪さんが少しラインを変えて再トライ。ナイス、頑張っ。ナイスナイス無事にこの難所を攻略しました。最強。やばいね、この景色。この日も行動時間は13時間。素晴らしい景色が彼らを迎え入れてくれました。悔しいね、言葉にできないこの美しさを。やばいとしか言えない。やばいとしか言えない。詩人を呼びたい。そんなもんじゃないね。5日目だ。いよいよ今日は山頂を越えて安全地帯まで行きたいね。そうだね。もう食料もそこ全くない。ちょっとジュースが、粉ジュースがあるぐらい。マイナス8度ぐらいか。寒いか。頂上まで標高差残り 100m。 この日も天気は味方してくれています。6月29日、5日間に及ぶ北ラフ南壁の登攀をついに成し遂げました。最高。イエーイ、ありがとう。イエーイ、最高の山頂だ。最高だね。まあ、めちゃめちゃいいライン登れたっていうのが、うん、全部で5日かかったんだよね。なんかそれがすごい、なんかすごい、なんだろうな、旅っぽい感覚があって、うん、まあ、もちろんその冬壁だからクライミングなんだけど、特別で日本ではなかなか味わえない。結構自分のクライミング、アルパイン的なクライミングの限界に近い部分まで出せたかなっていう感じの、すごいいいラインでした。最高のメンバーと、何か一つずれてたら登れなかったかなっていう感じの最高のラインを引けました。南米ペルーの未知の壁に挑んだ今回の登山、道中さまざまなアクシデントに見舞われながら一月半の山旅が終わりました。この登山が彼らの中へ何かしらの変化をもたらしたことでしょう。そして彼らはまたその何かを求め次の山へと向かうのです。
Bahangie, yeah, Bahangie.